こまで負担がかかるとはな。だが次は負けない。それが料理人なんだよ。匠アルディーニ、そして雪平ソーマ、俺が今でも調理台の前に立てているのはお前たちのおかげだ。その恩を返すためにも。拙者の名は斎藤総務、義を見てせざるは言うなきなり。ほらほら、林道先輩だぞ、林道先輩なんだぞ。美味なるものに全てを捧げる、それが司英氏の料理なんだ。雪平、てめえだけはぶっ潰せ。ねえブッチー、桃とお話ししよっか。本当にブッチーは可愛い。ミャンミャン。死ね。勘違いしないで、別にあなたのためにやったわけじゃないわ。誰が可愛いよ、バカ。